皆様こんにちは。今日は隣町にある映画やドラマのロケ、 JR のポスターにも何度か使用されたことのある JR 下灘駅という、かつては日本で一番海に近い駅と言われた無人駅に遊びに行きました。朝一番に出発したので、寄り道にとっても広々とした海岸にも行きました。日没には夕焼けがとってもきれいに見える人気のスポットのようです。かわいいな。瀬戸内海の波はとても穏やかであります。まゆみちゃんチャプチャプ波も遊ぼうって言ってるね。いよいよあともう少し着きました。 JR 下灘駅に到着です。ワンダフルな旅の始まりです。マリーも